ワールドカップの開幕を前にブラジルサンパウロにサッカー元日本代表の中田英寿さんのカフェが登場しました。日本という生き方、まあ、日本のそういったものの良さというものを、まあ、ファンが少しでも増えてくれればいいなと思います。カフェの狙いは日本の文化などをアピールすることだということです。店内にはワールドカップのロゴが入ったお酒が飾られ、東日本大震災で被害を受けた酒蔵の日本酒も紹介されています。震災の後、輸入輸出の関係がストップして、ブラジルでの消費もぐっと落ち込んで、でも南部美人は変わらずにブラジルに発信してますよっていうのをこうアピールしたかったっていうのは一つあります。カフェはワールドカップ期間限定で営業されます。